いいことスイッチ、イエーイ、クイズです。山下です。はい、今日の動画は久しぶりですね。はい、実はこう結構最近バタバタしてました。実は結構撮るの久しぶりなんですよ、うん、はい、ということで用意してますよ。おお、面白い企画。お、提供品会議。じゃあちょっと僕、まず僕の方から。あ、結構前になってしまうんですけども、はい、トシさんからいただきます。あ、トシさん、もういい証拠よ。なんや。いきなり。え、いきなり。赤い、違う赤い。20シラミのですね、20シラミの種ですね。うるわしが、ね、やばい。やった。はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。では、いきたいんですけど、まずはですね、ゴリオさんから、これ竹下さんにですね。お、なんだ、こちら、何やろうか、何だろう。はい、あ、ハロプラボールハロ、ハロ、ありがとうございます。ガンダム、あ、かわいい、プラモデルですね。あ、かわいい。はい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 、ほうほうほう、はいはい、そして、はい、そしていいですね、います。はい、あ、いいですね、かわいい、すごい、なんかありがとうございます。ありがとうございます。名前ついてる、ももはろちゃん。ももはろちゃん、かわいいですね。おでから、おでから、そしてですね、遊戯王カードもいろいろいただいております。こちら1枚でいただきましたのはトールさんからもらいますね。こちらはサクさん絵だそうでございます。はい、では行かせていただきます。はい、おお、はい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 、これはキーカードになるやつですね。お、ここの獣、はい、はい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 、素晴らしい診断の、ありがとうございます。あ、ほんまや。そしてこちらも1枚いただきました。これキノピーさんからだそうです。はい、いきます。ペイ、おお、サービスドラゴンの宿です。すごい、宿はすごい、宿はすごい、美しい、美しい、輝き、美しい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてこちらもですね、ちょっと結構前にいただいてたんですけども、なんと青い袋でいただきましたのはアスパラさんからでございます。ありがとうございます。あ、すごい、なんだ、なんだろう、ほい、あ、あ、あ、これ T シャツ、これあれだ、 YCS の、うん、あの物販やね、物販のやつですね、うん、すごい、これはサイズは何ですか。でかそうやけど、プリリーさん、あ、すごい、へー、いいですね、いいですね、いいですね、すごい、すごい、そしてお次いきます。召喚状、召喚状、これみんな欲しい、無視できるタオル、無視できるタオルです。すごい、裏もかっこいい感じですよ。すごい、やっと召喚状を無視してできるな。列並んでる途中で、うん、完売しましたって言われて、あ、虚しいなってなった記憶。さあ、そしてこちらもですね、いただいておりました、ノムタンからございます。ノムタンってよくコメントくださいますね。そうですね、これはもうこれで何か分かっちゃう感じなんですけども、ドドンと、ドドン、は、誰でもどうぞといただきました。すごい、アニバーサリーセットのフレイマット、フレイマットですね。あ、こっちね、あ、こっちだ、かっこいい、かっけー、いいんですよね。すごい。ありがとうございます。今あのネットで噂のあのマスタールール2、新マスタールール2にも対応してる。あ、謎のゾーンが増えるやつですね。そうそう。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そのノムタンからですね、カードもいただいておりまして、はい、これ最初の何枚かは、うん、クーちゃんね。そうです。ありがとうございます。付箋つけてくださってますので、あ、はい。はい。あ、ノムタンさん。ではこの2枚かな。はい、それではいきます。はい、何でしょうね。デデン。おー、はい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 。よき。あー、すごいすごいや。ありがとうございます。いきます。デデン。おー、すごい。あ、ありがとうございます。ということは、で、あと番号は、まあ、特に誰当てっていうことはないんですけども、まあ、番号順に見てくださいとだけお願いします。なるほど。では、1番。おー、そうそう、ガンプラ、A、 あ、A、すげえ、ノムタンさんすごいですね。はい、おー、おー、トリスバレナの祝、リボルバー様リスペクト的な、はいはい、言います、はい、あ、おー、あー、あれも経過、あー、すごい、ノムタン引退すんの。やばい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 、はい、おー、おー、
五番。はい。おお、カードやばい。うわあ。言うても今の現環境使いますからね。そうですね。守護霊出ましたし。うん、やばいですね。いきます。6番。はい。おお、やばい。今をときめく。今をときめく。やだー、やだー、すごい。ありがとうございます。やだ、すごい。やだ、すごい。いきます。はい。はい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 。新しい。ああ、クォンタムなんですね。はい。おお、いい。おお、いい。え、これこれパラ？いい。え、シクじゃない？そう、グルーこれシクってやつですよね。すごい。うわー、ロムタン、え、これ使うカードやで。今余裕で使うカード。余裕で使います。大体どのデッキにも入れてくる。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にいきます。あ、まだか。あ、ごめんごめんごめん。いや、もう、もういきます。はい。はい。お、サクリスラゴンのホロ。ホロ、ほら、ほら、わー、どうしたの？どうした？心配できます。どうしたの？使う人か、いたら使って、はい、いきます。はい。はい。あ、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 まさに、テイクテイク、ありがとう、ありがとう、なんというタイムリーな。多分サクさん使うんですよ。僕が一回やらせてもらってる感じです。サクさんにってことですね。サクさんに。はい。え、ちょっと待って。あ、あ、カイナのこれ20のタイプ。カイナ、自我界、自我界、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ノムタン大丈夫かな。では続きましてですね、こちら茶色い紙袋でいただきましたのはハウンドさんからです。おお、ちょっと見たら分かるよとお聞きしてるんですけども。何やろ。はい、一番上に一つ目って書いてある。ああ、見たら分かる。なるほど。なんだろう。あ、お値段です。うん、素晴らしい。ありがとうございます。はじめまして、ハウンドと申します。最近ファンになったばかりですが、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回初のイベント参加だったため、せっかくの機会だと思い、提供品を送りました。およっ。今遊戯王をやり直すために勉強中のため、うん、今回は僕の人生の教科書ともいえるものを提供させていただきます。事務所において休憩中に読んでいただけたら幸いです。はい。PS、 もしかしたら女性陣より男性陣の方が嬉しいかもしれないです。うん、とのことです。教科書ちょっとエッチなやつかな。あ、嬉しい。いい。開けていい。大丈夫だと思う。出しますよ。はい、はい。袋に入ってる人生の教科書。なになになに。二つ目の封筒とともに。これどうしよう、いいんかな。なになになに。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。人生、ありがとうな。人生の教科書だな、これね。ありがとうございます。あ、これ徐々に揃えていきたいな。確かに素晴らしい。そして二つ目。あれ、なんじゃ？なんじゃろ？なんじゃ、なんじゃ、なんか番号書いてる。今回の提供品は、うん、ワンピースの冒頭1から3巻です。うん、まだ読んでないメンバーもいると伺い、もったいないと思い提供させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。1から3巻のみを提供した理由は、単行本の楽しみ方の一つに収集があると僕は考えているんですけど、まあ素晴らしい。その楽しみを皆さんに味わってほしいと思ったからです。よかったら読んでください。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、これだけではつまらないと思ったので、ワンピースクイズを作ったので皆さん見てください。なに？で、一番多く正解した方には景品もあるので頑張ってください。おー、いいですか？今いいんですか？で、出題範囲は1から3巻になりました。あ、それやったワンちゃん分かる。最後までやっていただきありがとうございました。ありがとうございます。なるほど。第1問、はい。主人公ルフィが海賊を目指すきっかけとなった、海賊赤髪のシャンクスが出航するときにルフィに渡したものは、麦わら帽子。1番麦わら帽子、2番ゴムゴムの実、3番海賊船。さあどれでしょう。1番麦わら帽子で。これはでもちょっと竹下さんですね。おー、ありがとうございます。竹下です。まあ、山崎さん、ちなみにこれは分かったんですか。多分分かってたと思います。え、ワンピース知らないんじゃないですか。知らないです。ちなみに解説付きでして、うん、正解は麦わら帽子です、うん、解説1、麦わら帽子はルフィのトレードマークで今後の必勝アイテムです、うん、この麦わら帽子は最近ね、衝撃的なラスボスみたいなのがいるんですけど、はい、まあ、あんまりネタバレしちゃダメなんですけど、そのラスボスのところに言ったらこう
凍らせて保管されてるみたいな描写があるんですよ。麦わら帽子ですか。はい、だから麦わら帽子は何かの象徴っていうのがあって、はいはいはい、そうそう、すごい麦わら帽子。第2問、うん、1人目の仲間、剣士ロロノアゾロは何刀流？1番、1刀流、3刀流、2番、2刀流、3番、3刀流。4者の代、4者の代だけだと3刀流ですね、これは3刀流ですかね、はい、さあ、どうどうだろうな。では、正解を発表いたします。あれ正解は3刀流です。あー、これは3問目、うん、ルフィとゾロが到着した町ではある泥棒が追われていました、うん、その人の名前は1番ロビン、うん、2番ビビ、3番ナミ。さあどれでしょう。え、答えでいいですか。はい、あ、分からん。1ロビン、お1、うん、いや、ナミでしょ。ナミですね。どうぞ正解をお願いします。正解はナミでした。まあ、今からね、漫画読んで勉強していただきます、うん、はい。次の問題は1位が決まらなかった時、もしくはおまけとして使ってください。はいはいはい、難易度上げました。はい、やばい、やばい。まあ、ちなみに今のところ1位多分僕です。ですね。いきます。村の少年ウソップの父親は海賊赤髪のシャンクスの一味です。その父親の名前は1位イソップ、2位ゲソップ、3位マソップ、うん。さあどれでしょう。もう僕はもう完璧にわかりますよ。2位ヤソップ。お、僕もヤソップ。お、私もヤソップです。やったやった、正解です。なるほど。1位の景品がこちらなんです。あ、カードだ。これ何なんだろう。1枚の、まあまあまあ、でももうね、あのこれ読んでからやるべきだったんでね、んみんなでこれはじゃあ、はい、共有ということで、これじゃあ何か見ましょうか。はい、はい、ガールカード。素晴らしい、ありがとうございます。確かに遊戯王界の至宝、うん、ブラックマジシャンガールでしたね。はい、はい、こんにちは、くーちゃんです。この度、親子で楽しめるチャンネルくーちゃんのゆるくレッツトライが開設。詳細は概要欄から、ぜひチャンネル登録